皆さんこんにちは。今日は私が経営する花屋であるフラワーシップの考えと、私がフラワーシップを始めるまでに至った経緯、そして大切にしていることをお伝えしたいと思います。皆さん、フラワーシップという言葉聞いたことありますか？もちろんないと思います。なぜなら私が作った言葉だからです。このフラワーシップという言葉には、フレンドシップ、メンバーシップ、パートナーシップ、リレーションシップなどと、人が何かつながりを持つときに使われるような英単語のスペルと同じ構成で作らせていただきました。で、その理由が、このフラワーシップという言葉には、お花を通して人と人がつながりを持つと、そういう意味が込められているからです。お花には、ただただ綺麗に咲くということ以外に秘められた力があると思っています。一つが、心のバロメーターとしての力です。で、そしてもう一つが、先ほどお伝えしている通り、人をつなぐという力です。まず、私のお花人生のきっかけをお話ししたいと思います。私は幼い頃、イギリスとアメリカに両親の仕事の都合で住んでました。おそらくこの中の皆さんの中にも、海外の生活経験したことある方もいらっしゃるんではないでしょうか。私はその海外の生活を通して、ライフスタイルに当たり前に花があるという生活、この習慣を感じながら生きてきました。例えば、スーパーに行かれるお子さんとお父さんが、お家にお花を持って帰るような、そんな習慣ですとか、ホームパーティーにお花を持っていく、友人のお宅にお花を持っていくですとか、そんな、風景が比較的当たり前のように根付いている、そんな環境でした。で、高校卒業後、アメリカにいる家族と離れて、一人で日本の大学に就学することになりました。ただ、アメリカから離れて一人で日本に帰国してきたわけですけれども、やはり花が当たり前にあった環境だったので、日本でも常にお花があるという生活を送っていました。一般的な一人暮らしですね。1畳ほどのベランダにガーデニングでお花を全部埋め尽くしていました。で、そうすることで、どれだけ忙しい学生生活であったとしても、お花をケアするということで、自分自身の心の健康を保つということをしてました。また、このように海外に友人がいるという自分、家族から離れて頑張って自立をしているんだと、そういう自分、あとは日本の大学を全力で楽しんでいるんだという自分、このアイデンティティを私の中で認識してました。もちろん、お花に関わるような仕事をしたいと思ったこともあります。なので、就職活動をする際に、そういったことを頭によぎったことはありましたが、やはり周囲の一般的な就職活動の流れに沿って、就職活動を行いました。で、その時、何か特段強くやりたいものということがあったわけではないんですけれども、自分というアイデンティティを強く持っていたので、何か商材を取り扱うというような、そういうお仕事ではなくって、自分を通して何かサービスを提供して、価値が生まれるという、そういうビジネスですとか、あとは何か結果を通してしっかりと評価を得れるという、そういうビジネスが自分には向いているんではないかなと思って、無形商材とかコンサルティングの業界を中心に就職活動を行ってました。で、その後、約7年間のサラリーマン人生の中で、何度か表彰もしていただいたり、評価もしていただいたり、あと正直人、周りの組織にもすごく恵まれた環境だったと思います。途中で結婚と出産を経験して、仕事と家庭を両立するという、いわゆるバリバリと働いている、そんな忙しい日々を過ごしてました。しかし、仕事での成果や、活躍とは裏腹に、週末にお花はもちろん買いには行くんですけれども、あまりの忙しさとストレス社会の洗礼により、せっかく買ったお花をケアする時間も心の余裕もなく、すぐに枯れしてしまうという日々が続いていました。自分は何のために頑張っているのか、自分のアイデンティティって何だったのか、いつからかすごく強いアイデンティティを持っていたはずの私が、そういう違和感を持ち始めるようになりました。で、そんな私の小さな違和感を革新的なものに変えたのが、コロナウイルスによるリモートワークがきっかけでした。上がり続ける仕事のミッションや成果とは裏腹に、休みなく朝から晩までパソコンにへばりつく、そんな目まぐるしい日々、そしてそれが毎日毎日繰り返される、そんな忙しい生活が当時続いてました。それが続くことによって、いつからかアイデンティティを強く持っていたはずの私が自分の人生を主体的に生きているという実感を持てなくなってしまっていました。で、そこで気づいたのが、私にとってお花が私の心のケアをしてくれる、そんな存在であったということです。私は心を癒すためのオアシスとして、お花と触れ合っていて、気づかないうちにお花が私自身の心のバロメーターという存在になっていました。気持ちに余裕があるときはお花のケアができます。なので想定よりもお花は長持ちします。ただ、当時の私は気持ちにも時間にも余裕が全くない状態だったので、仕事で疲れ果てている私の心と同じように、生けていたはずのお花もどんどんすぐに枯れてしまう、そんな日々でした。お花をめでること、愛すると書いてめでることを通して可視化できない自分自身の心の状態に気づくことができました。また、自分の気持ちに素直になることもできました。一般的にお花は見た目や香りが重要視されがちだと思います。ここにお花持ってきてるんですけれども。ただそれ以上にお花は私にとって人生のパートナー、私の心の状態を客観的に教えてくれるパートナーだなとその時思いました。皆さんにも疲れた時とか辛い時に癒してくれる何かがあるんではなかろうかと思いますが、私にとってはそれがお花でした。では、なぜ私が自分で花屋を始めようと思ったのか。先ほどお話ししたように、サラリーマン時代は気持ちと時間に余裕がない状態の私は、癒しを求めて週末、お花を買いにいろんなお花屋さんに行ってました。もう週末の時間の使い方は、お花屋さんに行く。もうこれが唯一忙しくて目まぐるしい日々を一瞬でも癒してくれる、そんな時間でした。で、それを繰り返していくと、そこで売れるはずだったお花だったんですけど、買い取りが見つからずに大量に廃棄されてしまうというロスフラワーの存在を初めて知りました。ここにあるのがその、倉庫に置いてあるロスフラワーです。で、こちらが私のお店に置いてあるロスフラワーです。最初、そのロスフラワーの存在を知ったときは、もちろん衝撃を受けたんですけれども、ロスフラワーの課題は、ただじゃあ買い取りを見つけてくればいいのだと、そういうわけではないなと思いまして、やはり花の消費率、国内での花の消費率を上げないと全体の根本解決にはならない。そういうふうにすごく思ったので、もっと皆さんに花を消費するという、そんなきっかけを持ってもらう必要があると思って、私が当事者としてフラワーシップを始めようと、そういうふうに思ったのがスタートしたきっかけです。ただ、花を消費するという習慣がある方、この中にどのくらいいらっしゃいますでしょうか。1週間に1回、いや、2週間、1ヶ月に1回でもいいです。お花を定期的に買うという方、どれだけいらっしゃいますでしょうか。あ、嬉しい。結構いらっしゃる。けどやはり、マイノリティですよね。その、お花を買うという習慣がゼロの人に対して、新たな習慣を持ってもらうって、文化を一個新しく作るみたいなものなので、ハードルはすごく高いなと思いました。そこで、うちのお店があるのが駒沢公園なんですけれども、駒沢公園の近くですね。駒沢公園のすぐ近くにお店を作ることで、すでに駒沢公園に週末行くという習慣がある方は一定数いらっしゃるんじゃないかなと思って、その既存の習慣、すでにある習慣にお花を添えるという、習慣に習慣を乗っけるという作戦であれば、そんなにハードルは高くないのではないかと。そういうふうに考えて、駒沢公園の入り口のすぐ近くに店舗を作りました。今ではその店舗で、市場の課題在庫と言われるロスフラワーを仕入れて、ロスフラワーを取り扱うお花屋さんとして運営をしております。さて、先ほどフラワーシップには、フレンドシップやパートナーシップやリレーションシップといったように、人がつながりを持つという意味が込められているとお伝えしましたが、お花を通じた人と人とのつながりという意味では、お花と自分自身の関係は人間関係ともどこか似てるんではないかなと、そういうふうに考えています。例えば、お花も毎日水を変えて、花瓶をきれいに洗って、茎を5ミリほど切って水切りというんですけど、こういったケアをすればするほど長持ちします。で、それが人間関係ともどこか似てるんではないかなと私は思っています。家族や友人やパートナー、どんな人に対しても相手の心を気にかけるということで、その人との関係性も花開き輝くんではないでしょうか。そして私が小さい頃から信じていること。それは、めでられて、綺麗に咲くお花があるお花屋さんには、妖精がいるということです。私は、お花を通して、お店で共に働いてくれる、信頼できる、頼もしいスタッフと出会いました。この写真が、スタッフとの写真全員ではないんですけど、今、すごく信頼している頼もしいスタッフたちです。日々、お花の世話をするのと同じように、お互いを気にかけて、雰囲気のいいチーム作りをして、お店を運営しています。なので、私たちのお店には、たくさん妖精がいます。そう、妖精です。昨日も今日も妖精がたくさん来ている私たちのお花屋さんには、感謝の気持ちですとか、愛情の気持ち、誰かをねぎらうような気持ち、あるいはご自身をいたわる気持ち、そういったいろんな思いを持って来てくださるお客様も多くいらっしゃいます。実際に今年の母の日、先月の5月にあったんですけれども、約300人のお母さんたちに感謝の気持ちがこもったお花を届けることができました。このようにお客様との素敵な出会いをくれたのも、お花が私にくれた大切な人と人とのつながりだと思っています。で、最後に、芍薬についてお話をさせていただきたいなと思っています。皆さん、芍薬というお花ご存知でしょうか？今ここに出ているのが芍薬。英語で言うとピオニーというお花なんですけど、毎週多くのお花と触れ合っている私が一番好きなお花です。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花という言葉でも知られている芍薬ですが、1年間の中で実は1ヶ月間ほど5月から6月にしか流通しない貴重なお花です。1年の中でこのたった1ヶ月間しか流通しないなんてすごく寂しくて尊い。ですが逆に言うと1年を通して常にあるお花よりも限定的なシーズンにしかないっていうだけでなんだかワクワクしませんか？5月になると5月病と言われるような憂鬱さ、雨の日が続く梅雨のシーズンと気分がちょっと落ち込むこともあるかなと思いますが、私はこの芍薬のおかげで毎年ワクワクエネルギーをもらってます。で、この芍薬の生涯もうとても素敵です。芍薬は市場で流通するときはこのくらい小さなつぼみです。ただそれが毎日毎日姿を変えて少しずつつぼみが大きくなっていて全力でお花を咲きます。そして全力でお花が散ります。これで生涯を終えるというのが芍薬です。この貴重さ、ダイナミックさ、華麗さに私は毎年魅了されています。私が芍薬をめでるように自分の人生も自分でめでて生きていきたいと思っていますし、芍薬のように全力で生きていきたいなと思っています。皆さんにも心のバロメーターという視点でお花をぜひめでてみてください。そして皆さんにとっての心のバロメーターで自分自身もめでてみてください。ご清聴ありがとうございました。